皆さんどうもピーマンドウエスというわけで、今回俺と巨人の30年物語実況85回目になります。在6月23日から始まるヤクルト3連戦をプレイしていこう。ちなみに現在ヤクルトは阪神と並んでリーグ2位ですね。まあ勝率の差で勝ってるので現在単独で2位、ゲーム差は同じですからね。まあ今回の3連戦でたとえ3立て食らったとしても順位に変動はないですが、差を詰められるので食らわないように。今季の対戦成績は7勝2敗と相性がいいからね、完璧に抑えていって、そして打つしかないよね。うん、じゃあ1戦目は先発はマイコラス。君に決めた、お前なら抑えられると思うんでね、頑張ってくれたまえ。ほんで打つ方では、おーっと村田が絶好調か。いいね、さすがだね村田。で、調子悪いのは長野と太田か。太田外して今日橋本っていう手もあるな。うん、橋本で OK ですね。橋本リローマンにしてみようか。長野の打順を8番で今日は起用してみようかな。 OK、 じゃあ1戦目はチームがチャンスになると操作していきましょう。マイコラスをしっかり援護してね。で、援護すれればもう間違いなくね、すれば勝てる投手ですから、マイコラスはね。ここまで防御率もリーグ最高峰の防御率を叩き出している。これで打たれたらちょっとヤクルトを抑えるピッチャー、今の巨人には菅野しかいないね。まあ大丈夫だろう、いきましょう。早くチャンスを作れよ。よし、来た。2回に来たね。ワンアウトランナー2塁1塁。7番相川でチャンス回ってきた。できればこの相川、そして長野で決めたいところよね、点を入れるとしたら。マイコラスで打つのはなかなか難しい。カウントは2ボール1ストライク。次は4球目、投げた。おー、マジで？次は5球目。マジで？全然手出ねえな、インロー。超能で決めるわ、長打狙いだ、ここは。第3球を投げました、危ない球。第4球はほれ、セカンド右横のゴロ、一塁へ。ダメ、次行こう、次は打てると思うよ。思うだけで打てるとは言ってないけどね。うん、思うんだ、そんな感じがしてる。おっしゃ、3回来た、早くもか。2アウトランナー1塁3塁、カモン。初球打って凡退するやつ、俺世界で一番大嫌い。もう祖国に帰れだね、そんなやつは。早え、こんな早く凡退するやついるかい。高速凡退じゃないか。早く試合終わらそうとしてるな。なんだこの後何があるんだ、誰かと出会う予定か、お前。うわ、2点取られたし、早くマイコラス援護やらないと。バットの先落ちる、絶対落ちると信じて。いや無理だ、戻れ。はい、セカンドアウト。危ねえ、トリプルプレーにならなくてよかったね。3点目チャンスで何度も来てんの、全然打てないんだから。おー、1回くらいチャンスもう1回作れ。終わるわけにはいかん。はい、終わった。3-0、完封負けだ。エース小川だからしょうがないなんて言うつもりはねえぞ、この野郎。いや、もう間違いなくチャンスで何もできなかったことが問題でしょうね。ライトフライでなぜかランナーは出てアウトされるという。危なかった。あれ、トリプルスリーもあった、トリプルプレーもあったで。マイコラスはこれで今季3敗目。打つ方ではヒットは4本のみ。坂本が2出塁、矢部のシングルで、村田も2出塁、いいね。で、クルーズしかヒット打ってないね。この4人だけだ。あとは長野のフォアボールのみ。それ以外は出塁すらできてないっていうね。岡本が代打で出てゲッツー打ってるし。なんじゃお前。で、マイコラスは6回3分の1を投げて3失点。自責は2か。誰のエラーだ、これ。誰？クルーズじゃないね。違う。クルーズ3つのエラー。なんだそれは、お前。いや、ヒット打ってフォアボールも選んでるけど、評価できないね。3つのエラー、やりすぎ、お前、巨人ファンからボロカスに叩かれるぞ、お前。ひどいね。次はなりきりプレイで操作していこう。次の先発は、オムハヤシか、なら君に決めた。次も打つ方で操作していこうと思うからね。で、野手の方では今日はね、おっと、調子いい選手がたくさんいるね。今日は長野をまた外して、橋本センターで行ってみようか。で、太田ライトだな。で、立岡も起用してみようかな。アンダーソン今日外すわ。立岡2番。で、レフト。いや、レフトで OK か。そうしよう。君に決めた。太田8番だね。よっしゃ、じゃあ今日はね、チームの主砲、阿部を使って、さっきね、得点圏で高速凡退しちゃったからね、あんな早く凡退することもなかなかないよ。
高速凡退しないように阿部でしっかりと打つ。やっぱチームの4番が打てば勝てるから、さっきは相手山田がおそらく打ったんでしょうね。だから勝ったんだよ。山田が打つなら阿部も打つ、山田よりも阿部が打つ、そうすればこの2戦目は勝てるでしょうね。ゲーム差これで3ゲーム詰め寄られてるからね。おお、2アウトランナー2塁、いきなり得点圏だ。カモン。2アウトランナー2塁という場面で覚醒したイケメン阿部。さあ次の投球、ほれ来た、ヒットだよ。本まで行け、本まで行け、なんで行かねえんだよ、行けや。手入ってないし、嘘だろ。ちょっとパープロのランナーはあまりにも消極的すぎるね。もっと行け、全然積極的じゃないんだから。あれでたとえアウトになっても俺は攻めやしねえよ。それよりも進まなかったことを攻めるね。なんで今ので返ってこれないんだろう。マジで？バッター追い込まれました。投げました。打った。どうだ？引っ張りシフトになってるからね。さっきみたいにあのコースはもう完全にヒットになるからね。多少弱い打球でも抜けていくんだ。おいおい、2点取られてるぞ、早く取り返さないとまずいんじゃないのって。今日は安打を放っています。またやらかした。もう何なのそのすぐ凡退するの。そんなに早く帰りたいのか家に。わかんねえなお前、やめろや。じゃあ引退すれば早く帰れるよ、早く帰れるよってずっと家に入れるからね。そうすればいいんだよ。さあ次の投球、見送ってボール、外れてワンボールワンストライク。投げた、危ない球。ちょっとこのままいけば2試合連続の完封あるぞ。結局4打席目も打てず、早え凡退するのが。あー追加点入ったね。嘘だろ、2試合連続の完封負け。それもピッチャー結構頑張って抑えてる試合なのね。これでボロカスに打たれたらもうどっちにも責任あるけど、3点と最後まで抑えたのに、なんでだ、誰だ先輩は打ってないカスはよ。坂本4-0、クルーズも4-0、相川もダメ。マジかよ、立岡も状態が悪いし、これでは負けるよね。誰ファーストランナー。ちょっと待って、1回のランナー誰だこれ。いや橋本だろ、あんな足速いやつがあの打球で帰ってこれなかったらリードオフまで使う意味なくない。でも林は6回投げて2失点もかわいそうでかわいそうで仕方がないね。久々にこの好投したと思えばこれだよ、負けがつくからね。うーわ、これで2ゲーム切ったな、2ゲーム差かだね。追い詰められてるよ。さて最後はチームがチャンスピンチになったら操作していくからね。もうこの2試合連続、3試合連続の完封だけは絶対に防ぎましょう。負けるにしても絶対完封はダメ。また点が入らないとちょっと打てなかったやつ無条件に2軍に送るわ。これまでの実績関係ない、もうこの1試合で打てなかったやつ2軍に送ります。もしもゼロだったらね、完封負け食らった時に打てなかったやつ、全員打てなければ全員落とそうと思うからね。今日のベストオーダーもこんな感じで OK でしょう、変えることなく。頼んますよ、ほんとクソくだらねえ試合をやってるわ。誰がこんなクソみたいな試合に金払うんだよ、教えてくれ。募金した方がまだええわ、まだ自分にとって有意義になるね。これ見て楽しいと思わないもん。エンターテインメントでも何でもないね、人を楽しませるものではないよこれは。あー先にピンチが来た。それも4回の表ワンアウトランナー二塁で山田か、怖えーなー。おーし、おーし、2球で抑えたが簡単すぎだなこれ。もう1球外、外から入るスライダーはどうだ。よっしゃー、山田抑えて2アウト。これこれこれ、山田の弱点はやっぱアウトコースだな。それも低め、あのコースつけば大抵のバッターを抑えれる。次は4球目、投げた、やふろうよそれは。これは完全なボール球、カウント2ボール2ストライク。イエース、このピンチ抑えた、ふぅ、ゲッチュ。で頼むぞ、チャンスを作ってくれ。ここまでは1回もチャンス作れてないからね。田口も踏ん張ってんだ。0-0ね。5回、よーし来た、ようやく来た。2アウトランナー2塁、2アウトかい。相川の打率の落ち方半端ないね。もう3割ちょうどじゃないか。ストレートはボール、カウント1ボール1ストライク。第3球を投げました、膝元ボール、いいところですが外れています。カウントは2ボール1ストライク。
投げました。打った、流し打ち。これは投げ打ち。そのまま。せっかくのチャンスも後につなげない、ボテボテのファーストゴロなんだけどね。まずいぞこれは。うわ、6回捕まったか。ターニングポイント、2アウトランナー2塁1塁でバレンティンだ。田口踏ん張れよ。ここで踏ん張れば今日お前は勝てるとは言えない。それはごめん、言えねえや。ボール、慎重に攻めてきます。カウントは2ボール1ストライク。よしよしよし、今の振ってくれたのはガチでありがたい。これで終わり。振らないの？何でいく？外逃げるスクリュー、これで正解。しゃあないわ。次の大引きを抑えればいいんだ、何も怖くないよ。よし、最初からバレンティン敬遠しとけばよかった。はい、この結果だ。パーフェクトピッチング、バレンティンから逃げて正解だったね。まあ逃げたわけじゃないけどね。踏ん張ったぞ。試合の流れを変える場面で抑えたんだからね、こっちに流れが来たはずなのにチャンスを作れない、むしろピンチを作るっていうね。マジかよ。えい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 え、任せろ任せろ、クルーズエラーはなしよ。はい、オッケー。チャンスを作ってくれ、マジで今日は1回のみだからな。それも2アウトの場面だ。ノーアウト1アウトで来い。来ないね。よし、来た来た来た、8回。ワンアウトランナー2塁だ。来た来た来た。ここで点を取れば今日は勝てるぞ、そのまんま。9回は沢村で終わりだ。取れればの話ね。さあ、4球目。打った。アルボール。次が5球目。打ちました。うまく、うまく、うまく。落ちた、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 落ちた。うわ、今の進んどくんだったな。もったいねえ。これちょっと待って、ダイソー来るわ、ダイソー、ダイソー、ダイソー。これね、ゲッツーだけは絶対避けたいとこ。うん。ダイソー誰だ？立岡行こうか。盗塁能力もあるし、立岡で OK だ。頼むぞ、太田。試合の流れを変える場面。いや、もう超だねないね。こういう場面でも当てに行くバッティングはしないよ。それが太田。俺が求めてるのはそういうバッティング。来たぞ、来たぞ、来たぞ。そこから投げた。どうだ、よりにもよって真正面コリジョン。コリジョンルール、ベースに思いっきし思いかぶさってるけど、これタックルして破壊されても文句言えねえよお前。逆にこっちが文句言うわ。はあ、よりにもよってショート真正面に飛ばしたか。代打誰行こうかな、これ。調子のいい古澤、ミート能力は低いが。古澤で行きましょうかね。この男、今季は結果を残してはいないね。そんな言うほど高くない。うまいバッティングはライト前に落ちない。ライトラインだ。いい打球なんだけどね。この回点取れず怖えな。相手に流れがいったぞ。ジャイアンツ、ここは結果を出せませんでした。どうなるこれ。うわー、捕まったね。これ阿部がキャッチャーで入ってんじゃねえか。おかしいだろう。もう阿部キャッチャーでいいか。いや、俺小林入るのかなと思った。そのまま阿部をキャッチャーにしやがった CP はね。で、勝木がここで捕まる。センター前に落ちんなよ。大丈夫だ。よし、ふう。ちょっと待って、太田をセンター、ちょ、それおかしくない？あ、まあ、うん、正解だね。おかしくねえよ。第1球投げました。踏ん張れよ。第2球投げました。アウトロー、外れてボール。カウント1ボール1ストライク。第4球を投げました。ライトへの強い打球だが大丈夫、守備範囲だ。はい、抑えはした。9回裏にドラマを起こそうか。3立て食らうわけにはいかんのですよ。ジャイアンツが奇跡とドラマを起こしてみせる。頼むぞ。今日はどっちもヒットが全然出ない。両チーム合わせて7安打だからね。よし、来た来た来た。サヨナラのチャンス、終わらす、絶対に終わらす。2アウトか、よりにもよって男村田。当てに行くバッティングはここでも必要はない。強振こそがこの男村田の本領を発揮する。
よく曲がるな、本当。肩越しにランナー見た。どうだ、レフト前に落ちて、さよならだい。ナイス男村田、これぞだね、俺が知ってる横浜の村田だわ、これこれこれ。ランナー、俺の前にランナーを置けば全て返すと言い放った村田だね。素晴らしい、勝てた勝てた。この方も負け越しは決定してますけど、最後に勝ててよかったよ村田。今季の村田は違う、すごいよ村田、レアな村田だね。これは巨人に来た時の村田だわ。2013年度イチローの月間 MVP と並ん、月間安打数と並んだ時の村田だね。男タイム入ってるわ。さて勝木、これで6勝目中継ぎセットアッパー起用で6勝してるっていうね、お前いいな。通算勝利数結構上がったんじゃないか、今季だけで。で、今日はこんな感じですね。はい、9回は長野から始まり、ファーストフライ、アンダーソン、からさんで、坂本のヒット、阿部のヒットで、最後村田のシングルで決着がついたわけだね。それにしてもアンダーソン打たないもんだね。打率も2割1分2厘。この前の前のカード、阪神戦ではアンダーソンなしでは勝てなかった試合なんだけどね。前回の広島戦、そして今回のヤクルト戦の2戦では、6戦ですね、6連戦で結果残せなさすぎだな。いくらなんでもひどいね。田口は6回3分の1頑張って抑えたよ。で、中継ぎの山口も勝木もね、なんとか打たれなかった。素晴らしい、山田を抑えたのはほんとすごかったね。よし、この勝利は非常に大きいですよ。ちょっと広島戦から続き連続で負け越し続いているが、いい流れを作れたんじゃないか。アンダーソンの調子が下がった、ファンの人数が減った。嘘だろお前、そら減るわな。おお、男村田がサヨナラタイムリーを打ったことによって、サヨナラ男の特殊能力届いたね。これからサヨナラの場面ではもう村田に回しとけばいいんだ、そういうことだね。よっしゃ、もうこれアンダーソンまた下ろしましょう。調子も下がったんでね、やっぱ今の状態ではまずいわ。アンダーソンなしでは勝てなかった阪神戦もあるけども、その試合はもう忘れる、あまりにも打てなさすぎるんでね。ノーランド行きましょう。これ俺が取ったオリジナル外国人。今季はね、何試合か出場させますけど結果は残せていないんだ。また使おうと思うよ。ほんで、まあ、今回の実況はこれで終わりになりますが、ちょっとベストオーダーの方切り替えていこうかな。作っていかないとね。アンダーソン2軍に下ろしたことによって、ここ誰を入れるか。中田入れましょうかね。ノーランドは基本、まあ、代打、ベンチスタートという形になるね。阿部の休養日、ファーストも守れるんでね、阿部の休養日とか、まあ、その日の調子によってという感じですね。で、左の時は、これね、誰行こうかな。左に強いのか。じゃ、左の時にレフトで入れようかな。うん、対左の時はスタメンで、7番を打たせましょう。で、相川だよな、ほんとすごい勢いで打率落ちてるからね、マジで心配になるくらい。ちょっと相川の対左対右の打率を見ていこう。これはね、うまく合った起用法しないと、またこれ以上落ちていったらちょっとたまったもんじゃないわ。相川、いや対左には強く、対右どっちも強いな、ま、でもこの打率だからね、ここ最近の対右と左の成績見れたらいいんだけどね。左で出しときゃもう間違いなく1試合に1本は打つね。それぐらいの打率だよ。右の時は小林で行ってみるか。やっぱここ数試合打ててない試合が続きすぎてるんでね。打率3割2分あったのがもう気をつけば3割ギリギリだからね。これはちょっと対右の時は小林起用で行ってみましょう。小林起用、もう最近全然使ってなかったからね。はい、小林。右の時はお前が行きなさい。また相川の調子が戻ってきたらね、右でも使おうと思うが。よっしゃ、じゃあ今回の実況はこれにて終わり。第1回の横浜戦は勝ち越すことができるのか。ここまでは先ほども言った通り、ヤクルト戦も負け越し、その前の広島戦も負け越しで、2カード連続の負け越しと来ている。じわじわと詰め寄られているからね、2位とのゲーム差が。また話していかないとね、話すために横浜戦勝ちまくるので、お楽しみに。グッバイ、また会いましょう。